T 型戦艦2番艦の終わりだよ。建造計画があったんだけど、初版の事情ってやつでダメになっちゃって。でも私はそんなこと気にしない。指揮官、あんたの元で頑張っちゃうからマジよろしくね。ハンモックとかウォーターベッドとか、なんとなくいつも波に揺られているようで、疲れも取れるし気分もリフレッシュできるからめっちゃ最高。指揮官も一度乗ってみない？指揮官びっくりした？なかなかいいテイストのベッドができたと思うんだけど、ちょっと体験どう？キーたちを誘って遊びに行くのもいいけど、もう少しだけここで休んでいかない？欲しいものはこの子らが揃えてくれるからさ。バーベキューもいいけど、やっぱりフルーツやアイスみたいなスイーツの方がこんなシーンには合うよ。水上コテージで極上のバカンスとか憧れるよね。あー、でも完全にダルダルになって動きたくなくなったらやばくね。ほんのちょっとのお昼寝の時間くらい付き合ってくれても罰は当たらないと思うんだけどね、指揮官。積んだ。私にパズルなんて無理だよ。キー、助けて。なかなかいい感触でしょ。そこからどうする？あんたはどうしたいのかな？お、どうした？私の頭なんか撫でても何も出ないよ。まあでもそれ、とっても気持ちいいね。え、まだ任務終わってないの？どうかした？ああ、忙しいんなら手伝おうか。あれ？こっちの任務が終わってるね。でももしかして気づいてなかったとか、ないよね。指揮官、あんた宛てのメールが届いてるって。早く確認した方がよくね。はーい、指揮官、お疲れ様。タオルがいい？飲み物がいい？それとも、あたし？今のあんたってば、ちょっと微妙。あんま失望させてほしくないっていうか。無理言ってあんましキーたちに迷惑かけないでよね。トラブルがあったら最初から私んとこに持ってくればいいの。別に迷惑だなんて思わないから。今みたいなことやってなかったらどんなことしてたと思う？
私はお店とか面白いと思うんだよね。季節の果物を扱って。あんたも興味があるならどう？手伝ってあげてもいいよ。どんなことでも最初からうまくいくことなんてないよね。戦いだってそうだし、恋愛だって。長く隣にいることで自然と。何の話だって？もう指揮官のくせに察し悪くない？委託に出てた頃が戻ってきたのね。オーケー、指揮官に伝えとく。うわ、すっごいな。これってめちゃくちゃエグくない？かかってきな。あたしらの絆、甘く見んなっての。マジうざいんだけど。これが今流行りのやつよ。この程度で弱音吐いてちゃ木型の名が廃るって。いつでもどこでも気になるっていうか、指揮官の存在自体がアッパないっていうか、とにかくめっちゃハマっちゃってるってこと。こんなのもうどうしようもないよね。